よです。今日はですね、ちょっと最強戦法を編み出してしまったということで、パックマン99をやっていこうかなと思います。いや、ちょっとね、実戦でやっててね、あれこれワンチャンこの戦法いけるんじゃねって思ってね、ちょっと前にね、少しこの一戦前かなにやったら、まあ、無事できましたんでね、しっかりとこの俺が編み出したね、最強戦法、皆さんに披露していこうかなと思いまーす。いやー、これな、下手したら、誰でもできるぐらいに簡単に、まあ、誰でもできるはちょっと持ってるかもしれないですけど、かなり簡単で、かつ、もう本当にね、もう最強戦法だと個人的に思うんで、よし、それをちょっと見せていきましょうか。よし。その名もね、左右無限ループ戦法。はい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 。で、これ来たらこっちに逃げる。そうするとね、これ、ほぼ必ず上か下に行くんですよ。稀にこれミスると、まあ、直進したりするんですけど、まあ、それはタイミングが遅れてるだけなんで。で、これ赤くでしょ。赤来たらこれ逃げる。はい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 。左に逃げて、で、このオレンジが来たら右側に逃げる。で、ピンクが来た、来なかった。フェイントかけられた。で、赤来たらこれ左に逃げる。はいはいはい。そうするとね、上か下に行くんですよ、これ。で、はい、オレンジ来たからこれ右に逃げる。そして、はいはい、逃げて。で、オレンジが来たら逃げる。はい、上に行く。これやばくない?これガチでやばいと思うんですよね。で、はい、逃げる。右側に逃げるでしょ。で、ピンク来たらこっち、左側に逃げる。ただ、一つだけ注意点があって、これ、キラーパックマンが出たら、対応はできないです。キラーパックマンっていうのは、赤いパックマンのことなんですけど、赤いパックマンは、当たってしまうと、ゲームオーバーになってしまうんで、赤いパックマンが来た時のみ、この戦法ができなくなるんですけど、それまでね、ずっとこの戦法だけで粘ることができるっていうね。はい、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 はい。で、赤が来たら、はい、これ逃げます。で、まあ、大体キラーパックマン、その赤パックマンが来るまで、残り30人ぐらいだったかな。大体平均30人ぐらいで赤パックマンが来るんですけど、それまでこれだけで粘ることができるっていうね。やばくないこれ、本当に。はい。これやってるの見たことないんでね、多分ね、これ、俺が初っすね、これ、見てたの。はい。あ、で、これちょっとたまに見せるとこういう風にね、今のタイミングが遅かったんですけど、ミスったりすると、そのまま一直線上に来るんで、ちょっと今の遅かったっすね、俺がね。あれも、もうちょい早くやったとしたら、普通に。全然ね。逃げることは可能なんで。で、一応全員倒しておいて、もうちょいやりますか。で、この、ちゃっかりね、ゴースト倒すときもできる限り、連続で倒すんじゃなくて、この、一発一発ね、一発倒してもう一回ディレイかけて、また一発倒してっていうね、そういう時間稼ぎもかなり大事な立ち回りの一つになります。で、この左側のね、トレインっていうのはね、この敵の数、ゴーストの数が増えるんで、まあ、かなりトレインでやるのも大事ですね。これもちょっと今ミスったな。でもまあ、もうそろそろ赤パックマンが来ると思うんで、まあ、そろそろ普通に立ち回ってもいいかな。はい。で、こんな感じに。倒して、一回戻って、倒して、倒してって。そうするとね、この、倒してるこの時間で、結構ね、時間稼ぎができるんで。で、こっから普通に立ち回ります。赤パックマンが来てるんで、赤パックマンが来るとさすがにね、唯一立ち回りができなくなるんで、こっから普通にやっていきましょう。でももうね、まだスピードゼロ。スピードゼロで、かつラウンド1の状態で、この、まだね、なんて言うんだ。ラウンド1の状態でフルーツ1個も取ってないですからね。スピードが上がると、敵のスピードも上がるし、しかも、ラウンドもね、上がると、相手のスピードも上がっちゃうんで、この時点でもう含有利ですね。多分他の人もラウンドとかもスピードとかめっちゃ上がりまくってると思うから、で、あとはまあ、ここ、待ちを入れつつ、これ来た瞬間にこれでやっていくっていうね。はい、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 はい。で、どうしようかな。まあ、左上行こうか。左上行きます。で、これ敵が来るまで待ってって、しっかりと倒しつつの。できれば、ちょっと右上もしっかり取りたいな、そこな。オッケー。右上もしっかり取ってって、で、豆取りつつの、気持ち豆取りつつの、ここでフルーツと。オッケーオッケー。いや、まだね、これね、ラウンド3ですからね、この状態でね。この状態でラウンド3ですから。スピードはほぼいらないんで、正直。まあ、その人のプレイスタイルにもよるんですけど、まあ、基本的にスピードを上げるメリットって、まあ、あんまり感じられないんでね。はい。で、ここもできるだけ待って、はい、取ります。で、もう残り4人だからね。残り4人の状態でまだこのラウンド数。ラウンド3っていうね。強すぎる、これ。はい。ちょっと失敗したけど、まあ、フルーツ取って安全に行きましょうか。もうちょいね、パワーエサ取ってからね、やりたかったけどね、今のね。はい。はい、しっかりと KO も取っていくと。で、ここで。取ってって、まあ、気持ちね、気持ち豆稼ぎつつの、豆というか、これクッキーか。これ、クッキーのことね、俺、豆っていう癖があるんですよね。で、あと1人ね、あと1人、はい。残り1人で、これで、しっかりとゴースト倒しつつ、
ま、このね、豆じゃねえ、クッキー。もう豆っていう癖がね、完全に抜けないですね。はい。で、ここでフルーツを出してって、しっかりとフルーツも取ってから、もう一回ね、トレインでしっかり時間じゃない、敵も増やしつつ、はい、ゴーストでね、これね、倒せれば時間稼げるんでね。はい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 、気持ちいいですね。で、しっかりちょっとクッキーを稼ぎつつの、これでしっかり取ってって、はい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 。で、ここでしっかりこれも取ってって、あと左上かな、左上も取っていく形で、オッケー、しっかりとパクマンをもぎ取っていったー。いや、マジでこれ強すぎないですか？これ多分ね、ミスらなければね、残り30人以下ぐらいになったとしても、あ、残り30人以下になるまで、これラウンド1でずっと続けることができますね。さすがにそのキラーパックマン、赤いパックマンが出た時は、まあ普通に立ち回るしかないんですけど、まあここまでね、この時間稼げるだけでね、もう、めちゃくちゃアド取ってる。もうマウントを取りまくりですからね。いや、これね、本当にガチで強いと思うんですよね。皆さんに、まあでもちょっと慣れるまでは、もしかしたらその敵がね、移動してきて早く来たりとかするかもしれないですけど、まあ結構ね、もう慣れきったらね、こんな感じに、ほぼミスらずに、敵を避け続けることは可能なんでね。ぜひぜひ皆さんもこの最強戦法やって、てみてはいかがでしょうか。というわけで、じゃあ今日はこんなところで終わっていこうかなと思います。いやー、これねマジで強すぎっすね、本当にね。これはやばいと思いますよ。皆さんご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録の方と評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。